ダッキとニョフ。ダッキとニダッキ率いる大軍が迫っている。この城は総主公が必ずや死守せん。尊賢様の援軍が来るまで守り抜く。まずは城周辺の敵を倒せ。その後隙を見て撃ってって。伝令、正体不明の若武者が出現。一人で呂布軍と戦っている模様です。すぐに合流しよう。敵の敵は味方。今は少しでも戦力が欲しい。この世界に迷い込んだばかりの様子。余計な世話かもしれぬが手を貸そう。助太刀ですか？ありがとうございます。俺は豊久、島津豊久です。気づけば知らない場所にいて襲われてめちゃくちゃ困ってたんです。助かりました。この城を奴らから守ってるんですか？よければ手を貸してもらえぬか？はい、喜んで協力します。始末は受けた恩は必ず返す。レレ、西から敵の総援が接近中。まだ敵が来るのかよ。もう無理だ、絶対勝てねえ。敵の増援を許せば我が軍は窮地に立たされる。増援が来る前に西根砦を制圧せん。あれに見る戦校舎にございますな。頑張れ。なんと底知れない方だ。ここは一体どこなんだ？日の元の城のような気もするけど。よし、頑張れ。じゃあ、はっ、じゃあ、やれよ。なんて見事な剣さばきだ。俺、あんたみたいに強くなりたい。そのような目で見られたのは初めてだ。ここに伏兵を置けば敵の増援を崩せよう。総隊、敵軍が来たら一気に襲いかかれ。承知しました。まれに見る戦校舎にございますな。こんなつまらん戦付き合いきれん。俺がさっさと終わらせてやる。すごそうだ。放っておいたら城が危ない。俺が食い止める。待たせたな。引っかかったな。なぜここに敵が。おう、俺の前に立つか。いい度胸。頑張れ。打ち取ったり。なかなかやるな。貴様の顔覚えておいてやろう。父上と張り合うなんて、どこ敵も侮れない。やはや随分やるようですね。私たちも気を引き締めねば。まさに名将、俺も見習いますね。
かかってこい。総人殿は戦上手なんですね。その采配、俺憧れます。身に余る言葉を、悲しさへのこそ鬼のごとき武勇よ。共同できて嬉しく思う。チェスト、何この子ちょっと残念な感じなの。義の重鎮たる総人殿と靴輪を並べようとはな。だがこれほど頼れる味方はおらん。それはこちらとて同じこと。孫悟の刀匠の力、まことに心強い。よくぞ城を守り抜いてくれた。俺の働きまで皆のおかげです。共に行くぞ。総人殿、持ちこたえてくれて感謝する。
さすがは葬儀の盾たる将よ。いや、この勝利は豊久殿の活躍によるもの。称賛の言葉はこの若き優勝に。俺だけじゃなくてみんなが諦めなかったから、だから勝ったんです。改めて礼を。うまくいったんだ。この結果実に喜ばしい。